はい、皆さんこんにちは。今日は茨城県にある自動車テストコースに来てます。で、今クオン2台並んでるかと思うんですけれども、こちらのクオン、実は仕様が違いまして、左側にあるクオンが今回ね、7月1日より発表される新型クオンになります。で、右側は従来のクオンです。見た目似てるんですけれども、左側は1万 1000cc で、右側は 8000cc とまあいう違いと、あとはね、新しい機能がついてるのが左側、俗に言うハンドル補正機能がついてるという車、今回 UD さんが開発されました。なのでね、ちょっと乗り比べてみてどんなもんなのかというのを私なりにレポートしてみたいと思います。で、顔面的にこう違うところを言いますと、このセンサーがね、やっぱりこうね、違うんですよね。こちらのがね、ちょっとセンサーというかオートライトのね、これ機能が追加されてるということで、こちらにこういうね、センサーが足されております。ですので、そのハンドル補正機能だけではなくて、オートライトですとか、あとシートですね、ちょっと見づらいんですけども、椅子にこうシートベルトがねつくタイプの、シートに変更されてたりですとか、顔面はね、こう見た目変わらないんですけどね、そういったところが変更点になっております。で、比べてこちらは従来のクオンですので、センサー類もね、少し少ないですし、シートもね、従来のクオンのものをそのまま使ってるような形になっております。で、今回この新システムに導入されるのは、向こうの、トラクターもそうなんですけれども、とりあえず単車はこの低床四軸車だけということで、蹂躙交渉とかね、そういったのにはこのハンドル補正機能はつかないということらしいです。なのでね、ちょっと一周それぞれ乗ってみて、私なりのレビューをしていきたいと思いますので、ちょっと皆さんちょっとお付き合いいただければありがたいです。それではよろしくお願いします。はい、それではちょっと新しい方のクオンね、見ていきたいと思います。で、大まかな変更というのは、そのハンドル補正がついたのと、このシート、こちらがね、こういったタイプに変更になっております。なので、プロフィアとかスーパーグレートにね、こう近い感じのものですねに、新たにこういう、形になってまして、ギガもそうなのかな、でもちょっと機能をね、見ていきたいと思うんですけれども、まずこの辺が、エアーのね、調整ですね。これの横がね、ちゃんとこう開いたり縮んだりと、こうホールドがね、しっかりなされるようなものですとか、あと背中のこうエアーがね、膨らんだりとか、しぼめたりとか、こちらはその下の部分のね、エアー膨らましたりとかっていうのができるようになっております。で、おそらくこれはヒーターシートですかね、ヒーターシートかベンチレーションか、ちょっと分かりかねますけど、これオンオフがついてるので、この辺はね、座面のこう調整ですね、こうやって、エアーで上がったり下がったりしますよというのと、減衰力調整ですね。で、これは全排気で、乗り降りしやすいよというのと、あとこちらこういうね、やっぱりこう座面だけ引き出せるのかな、これ、こうやって上にね、上げるやつですね、上に座面上げたりとか、あとここを引き出せるんですね、これね、ここだけをね、引き出したりできるようになっております。すごいですね、ちょっと高機能シートですね。イズズギガなんかもね、こちらこういうのに変えてますんで、どんななのか、このシートを含めて、運転もね、体験していきたいと思います。はい、それではですね、 8000cc の方の、従来のクオンをちょっと試乗していきたいと思います。で、いろいろな今回仕掛けがね、用意されているので、その都度ね、ご説明をさせていただきながら走行していきたいと思います。よろしいでしょうか。はい、じゃあ行きます。ドライブ入れて、このクオンね、自分乗ったことあるんで、あれなんですけど、ちょっとエンジンがね、前乗ったのとは違った 8000cc ということですので、ここを入れるんですね。はい、やっぱり、トラックって感じですよね。これはハンドルもこんな感じで入れさせていただいてよろしいですか。こんなもんで、はい、バックしてみました。普通のトラックですね。で、ここからまた、じゃあ左に出るんですね。はい、じゃあ出てきます。左に出て、車線はこの堀に、陸前でいうあそこのこの、あれを右で踏む感じですか。はい、じゃあこんな感じですね。
まあ、これは何て言うんでしょう、わだちというか、要は路面の再現ですよね。でこれをじゃあちょっとゆっくり行ってみましょう。こんなもんでいいですか。ああ普通にやっぱハンドル持ってかれますね。ああなるほど。結構なかなか揺れます。すごい。はい、でじゃあどんどん右に入っていった方がいいですかね。はい、もっと右、はい、もっと右でいいですか。あ、いやなかなかこんなスカスカなこう高速道路的なところを走ることないので、ちょっとじゃあ全開踏んでみましょうか。これ何トンぐらい積んでるんですか今。20トンで GBW で20トンです。あ、総重量で20トンってことですね。はい、あ、まあでもこれ 8000cc っていう割には速い気もしなくもないですけどね。これも全開で曲がってくるんですか。そっちの真ん中の車線行くよ。70ぐらいで、すごいですね。へえ、あーなるほど。どうしても左寄りになってしまう、なんか怖いですねこれ。すごい斜めですね。要はこう行けばいいです。8の字。はい。まあちょっとここで20キロに落として。これでもあれなんですか、ミッションエスコットは同じものなんですか、あのエンジンに変わらず。これは同じです、ね、あ同じなんですね。へ、まあ普通っていうか、まあよく乗るトラックって感じですね。でもね、あなるほど。今車線を踏み外したりすると、60以上ですると、こうじゃあちょっと寄ると、出てくる。あこれですね、あ聞いたことありますこれ。あなるほどなるほど。でこれに要は新型は補正が入るよってことですね。スーパーグレートなんかはこう走りながらずっと補正入りますけど、そういうのとはまた違うということですかね。あ、まあ要はちょっとこう入力した時の補助的な。そうですね。あ、じゃあ左行きますね。はい、まあとりあえずそんな感じで一周従来のクオンで回ってみました。まあ感想としては、まあやっぱりオートマは賢いなと。クオン後ろでもないですけど、クオンの後ろですか。カーゴの、あカーゴのこれの後ろですね。はい、今こんな感じで一周回ってきました。はい、ありがとうございます。じゃあ次には新しい方を乗ってみたいと思います。はい、で今ねちょっと内装見てますけども、そんなにやっぱ内装はね変更点はない感じなんですが、ちょっとメーターが違うかなっていうぐらいですかね。まあ、あとこのオートライトがついたっていう感じでございます。はい、まあねちょっとじゃあカメラセットして乗っていきたいと思います。はい、それではこのマイナーチェンジした新型クオン乗っていきたいと思います。先にまあ従来のね現行クオン乗ってったんですけども、ここからはねこの新型の改善されたものをちょっと乗ってみたいと思います。でやっぱり今ねハンドルこれ動かしてるんですけど、今これサイドブレーキ引いてる状態なので、軽いっていう感じはしないんですけれども、サイド解除するとほんとねもう滑らかな感じでスイッスイッスイッとこう動きます。でこの車は実車、まあ要するに今8トンぐらい、8000キロぐらいこう積んでる感じになっておりまして、まあどちらかというと空車よりもこう前に荷重がかかる感じになっているにもかかわらず、ハンドル操作がね軽くできると、そういった感じになってます。取り急ぎ、まあ先に乗った車と同じような感じでね車走らせていくんですけれども、まずね左手に見えるこちら、この字にねこうパイロンを囲っておりますけれども、まあ、こちらねこうバックで入れていくと、そういった動きをねしてみたいと思います。でまあ単車なんでね、まあ、バックはそんなにハンドル切る頻度は多くはないですけれども、セミトレーラーにも設定あるんですけれども、セミトレーラーの方はやっぱハンドルね切る頻度はね高いので、非常にねこうスムーズにスッスッスッとね行くんではないかなと思われます。まあこんな感じでね、もうスッスッスッとこうハンドルがね軽やかに動くっていうね、すごいなという感じですね。ちょっと走っていきます。でこれまた左に出るとですね、道路悪路をね想定したちょっと仕掛けがねあります。でその上をねちょっと通ってみたいと思います。先ほどのね非搭載車の場合はですね、こちら通った時にこう結構ハンドル取られたんですけど、まあ今ねこれここから通ります。今回はどうでしょう。あ全然動かない、もうハンドルも安定してますね。やっぱりこうエアサスシートも最新のやっぱり設定が変わったものになってますんで、まあ、その影響もあって非常にねこう車内の空間はね快適に保たれています。でここからちょっと70キロぐらいまで加速をしてみたいと思います。
でこのジャリっていうね、この、まあ、テストコースというか、まあ、トラックというよりも、まあ、通常はこう、ね、乗用車をここで走ったりするんですけども、まあ、UD さんはね前回の、まあ、要は今の新型クオンが出た時もこちら借りて走らせているというところで、やっぱり初めてここをトラックで使わせてもらったということみたいです。非常にこれもうワクワクドキドキしますよ。このなんて言うんでしょう、普段やっぱりこう試乗する動画って私何本か上げてるんですけど、こういった感じでね、もう何もいない状態、一般車がいない状態である程度のね速度を出すって自分経験したことがないので、まあ合法的にというか、何の縛りもなくね、こうスピード乗せて走れるっていうのは、まあ、非常に良かったです。まああとドライバーやってた時と違うのは、やっぱり車動かすことあるんですけれども、基本的に実車で動かすってことがないので、で今回はやっぱりねこの8トンぐらい、まあまあいい感じのね積み荷を積んでるっていう想定でウエイトを置いてますんで、もう走りもね、なんかこう当時自分がドライバーやってた時思い出すような、ね、感じでございます。であとはこれ新しい機能としましては、車線をねこう逸脱した時にこう認識する機能っていうのがね、前の方もついてたんですけども、今回またそれにプラスアルファね補正機能、要はハンドルを戻す動作がね加わっております。でそういったところもね非常に賢くてですね、ハンドル動作こうね戻すは戻すんですけども、その前にこう警告が鳴るんですよ。で警告鳴った時に、まあその45秒以内に3回警告、要は車線逸脱をすると鳴るみたいな、まあ、そういった仕組みになっているので、毎回ちょっとこうね車線逸脱したからビー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 鳴るっていうわけではないという、他社さんだとね車線逸脱した時毎度こうね鳴るっていうので、非常にそれでストレス感じたりするんですけど、まあ、こちらのクオンに関してはねそういったストレスはね一切感じなかったっていう、そこもねすごいドライバー目線で考えられてるなと思いました。でこれ今パイの方に行ってこう8の字にねこうスラロームというかちょっとこうやっていってるんですけど、やっぱこうハンドル、やっぱりこのUDアクティブステアリングの特徴として、この速度を落としたってハンドルが軽くなるんですね、まあ、なので今これ20キロ台ぐらいまで速度を落としてるんですけど、非常にね軽くスイ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 こうねハンドルが動いていくと、でやっぱりこうセンターにね戻るっていう、そういったね機能があるので、まあ、パッとこうね片手離して、まあ要はハンドルからパッとこう離すとシュッとこうねセンターに戻っていくっていう、まあ空車だったらね他のメーカーさんのトラックもなるときはなるんですけど、こちらの車はね実車で、ね、しかも軽い力でなるっていう、校内の実演ではですね指一本で動かすとかっていうのでも本当くる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 回るぐらいハンドルが軽いです。UD アクティブステアリングっていうのはもともとボルボの FH っていうのがあるんですけれども、そのボルボの FH に乗ってたユニットを本当このクオンもそうですし、その日本仕様に合わせた設定を再設定しているというところで、こちらの開発っていうのも2018年ぐらいからねずっとこうクオンのためにいろいろ開発を続けてこられたというところで、まあその油圧パワーステアリングユニットっていうのがあるんですけれども、そちらのユニットの上に電子制御のユニットがあるんですが、そちらの電子制御ユニットがまたすごくてですね、その1秒間に約2000回の頻度でねデータをねセンサーからこう運転環境を感知してドライバーの意図とかを判断するっていうね、まあそういった機能がついております。まあここまでね緻密というか細かいねコンピューターがついてるのもなかなか他のメーカーではないのかなと思いました。 UD のアクティブステアリングっていうものがどういったところがね特徴があるのかというところで、まあ先ほどお話ししたまずポイント1としては、低速走行時に軽いステアリングっていうところで、普通のステアリングってこう走り出しが重たくてスピード乗ると軽くなっていくっていう特性があったんですけれども、こちらのまあ UD のアクティブステアリングはその逆で、低速時に軽い、要は軽いこうね油圧制御が非常にかかった状態になりまして、で高速になると重くなってくるっていう、まあ、そういったね特性がございます。まあ、ですんで低速時って結構ねやっぱり切り返したりとか大型なんでね結構一発で入んないとかっていうこともあって、まあ切り返しで入っていくハンドルを切る、まあ、頻度というのは乗用車より多いかと思うんですけれども、まあ、そういった時に効果を発揮する。でもう一つはポイント2としては、長距離の走行安定性というものがあります。やっぱり積み荷がね重たいくなると通常ハンドル重くなるんですけれども、そういった積み荷をねある程度積んでも直進のね安定性とか、まあ、ステアリングのね強度なんかも非常に安定するというところで、まあ、そこはね、まあ、高速やっぱりメインで走る長距離輸送という意味では非常にありがたい機能なのかなと。でポイントの3としては、不整地の道路ですね。先ほどちょっとしたこうデコボコ道走りましたけれども、まああいったところでも悪路でもね
こうハンドルをね、こうある程度こう油圧の制御をしてくれるので、こうハンドル取られたりしないと、まあ、いうところで、例えばねダンプとか、まあ、いうところで、まあ、非常にねそういったところでも疲労を感じないでこう運転できるよっていうところですね。でもう一つこれも新しいのが、横風をねこう受けた時にハンドル補正するっていう。欧州車、乗用車ね、ベンツなんか結構ついてたりするんですけど、トラックってね、なかなかそういった機能ついてるのないですし、またこう横からね受ける風のこう抵抗っていうのは、トラックってね当然こう箱が大きいので、やっぱりこういったね圧力受けるわけですけども、まあ、それをねこのハンドルのこのアクティブステアリングの機能を持って補正をしてくれるというところ。ポイントの5としては、これも結構重要なんですけれども、まあ、自然にこうハンドル戻るというところですね。こう乗用車なんかで交差点曲がってハンドルちょっと離すとこうシュル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 ってこうね戻っていくと思うんですけれども、トラックってもっと言えばこう実車で走ってる時ってこうシュルシュルシュルって戻るかもしれないですけど、それを過信するの怖いじゃないですか、ね、どこまで戻るか分かんないし途中で止まるかもしれない。ですがもうこちらはもう散々自分で回してこう手離して戻しましたけど、シュルシュルシュルってこうね戻っていくっていうところで非常に良いのかなと。でセミトレとかねバックの時とかやっぱハンドル切る回数っていうのは多いですし、トラックっていうのはねやっぱ交差点曲がったりとかって毎度、まあ、するわけですよ。まあ乗用車もそうなんですけどね、まあ、そういうのを考えると、まあ、こういう機能はね本当ありがたいなと思いました。スラロームなんかも本当にこれいいですよ。もうハンドルさーっと曲げてパーッと離すとスワッと戻るっていう。何がすごいのって、まあ、普通こうやっぱタイトル重視、要はいろんなタイトルを獲得するためになんか開発するっていうような、僕はこう個人的な思いがあったんですけれども、まあ、例えばね自動運転レベル2達成しましたみたいな、まあ、それはそれでいいと思うんですけど、まあ、例えば今回のこの UD さんっていうのはその自動運転レベル2の達成ではないんですよ。このハンドル補正ついてるんですけどね。で何がすごいのかっていうと、本当にこうドライバーさんの目線に立って、実際じゃあそのハンドル補正がどんな時に必要なのか、どういった時にそういった補正があったら嬉しいのかと、まあ、いうのをいろいろこうヒアリングして突き詰めて、まあ、今回このアクティブステアリングってものにたどり着いたと、まあ、いうところでございます、うん。まあ、なのでやっぱハンドルっていうのはね、ドライバーが一番この装置の中でも一番手に触れる部分なので、そこに補正が入るっていうのはやっぱりね、ドライバーさんの疲労軽減には確実につながってくるんではないのかなと。それではね、何週かしてちょっと戻ってきました。なかなか楽しかったです。本当ね、こういったテストコースっていうのはね、やっぱ面白いですね。なんかもう安心して運転できますし、その車のね、潜在能力みたいなのをね、確かめられたりするので、まあこういったところでね、まあいろんなメディアさんね、呼ばれてやられるというのは、ね、すごいありがたいですし、私をね、そこに入れていただいたっていうのも非常に嬉しい感じです。まあ、今回ね本当 UD トラックスさんね、いろいろご協力いただき、またこういったね場を呼んでいただいて本当に非常に感謝しております。私個人的にはね、結構こう UD トラックスさん好きだっていうのもあってですね、いろんなね車撮らせていただいたり、まあ、勝手に撮ったりしてるんですけれども、まあ、今回ねこういった形で公式でね呼んでくださったということで、この、まあ、新型車先行してね乗らせていただきました。まあ、本当にアクティブステアリングって絶対あった方がいいものですし、やっぱ他社さんと違うのはやっぱりこうハンドル補正とかねついてる車あるんですけど、僕は外しちゃうんですよ、ね、こうピッて切ってしまう。で修正操舵がね結構入るんで、まあ、そういう機能ついてるけど実際使わないみたいな、結構周りもねそういう声を聞いたりしたので、まあ、今回ねこの車に搭載されてるこの UD アクティブステアリングは非常にねこれはあって絶対いいと思いました。まあそんな感じでまたねいろいろ動画企画しますので、お時間ある際ご視聴いただければありがたいです。それでは次回までご覧いただきありがとうございました。失礼します。また UD 様、今回ご招待いただきありがとうございました。